内見ジョニーの物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。本日は大阪府は高槻市の物件を案内していこうと思っている。ここ高槻市は京都市と大阪市との中間に位置し、二大都市のベッドタウンとして発展している。市章も大阪市と京都市の市章を融合させたデザインとなっている。高槻藩時代には内藤家、時家、松平家、岡部屋藩主が変わり、徳川将軍家と近しい譜代大名の直清流長井家が幕末まで222年間藩主を治めることになる。平地では工業地帯が広がり、山間部では農業が盛んである。今回コメンテーターには惑星ベーランダからベーランダー星人にご協力いただいている。それではベーランダー星人さん、本日はよろしくお願いいたします。ベーランダー、ベーランダー、広いベーランダー。我は地球にベーランダー征服しに来た、ベーランダーだ。ベーランダー、ベーランダー、広い。今私たちはここにいる。今回ご紹介の物件は賃料5万4000円、管理費、共益費8000円、2004年11月築の鉄骨造6階建て。最寄り駅は JR 東海道本線、高槻駅からバス9分、バス停菅町から徒歩1秒。見よ、これが外観だ。そしてこれがバス停、菅町。冬の寒空に輝く太陽、さあ、今日も冒険の始まりだ。さあ、行くぞ。ワクワクしながらも横のメールボックスをいきなり無視してしまう。そのまま進む先には駐輪場だ。バイクも止めれるが、オーナー曰くバイクの排気量が何 cc かによるわーとのこと。バイクを止めたい場合は事前に相談が必要です。おっと、これはこれはメールボックスでございます。チラシ投函しないでね。チラシ投函されすぎて郵便物の不在票ごと捨ててしまうことが私はよくある。本当に勘弁してほしい。エントランス、オートロックをピッポッパ。今日も元気に。オープンファイア。チラシ類は溜まっておらず綺麗だ。館内は誰かがこのスペースを日々清潔に保とうとする雰囲気が漂っています。チラシとは大衆伝達、主に広告の媒体として用いられる一枚刷りの印刷物のこと。かつては引き札という名称が使われていた。他にもビラとも言う。チラシ配りもお仕事なのでしょうがないが、時々今にも破裂しそうなくらい自分の家のメールボックスにチラシを詰められたことが何度かあるが、あれも本当にやめてほしい。それはさておき、共用スペースはきれいにされております。マンションの管理もしっかり行き届いているのだろう。黄色のエレベーターに乗り込み、着いた先はお空が広く、視界も広い。いい空気だ。空気をいっぱい吸い込み、覚悟を決める。行くぞ、気合を入れろ。Open fire. いきなりスイッチ壊れとるやん。こういう仕様なのか。いや違う、これはもしかしてお部屋の清掃まだ何も終わってない時に来てしもた。というか何か作業途中とちゃいまんのん。とりあえずこれでどうでしょうか。ちょいと失礼。ん、いけるいける、私ならできる。完璧だ。玄関のスイッチはこちらです。清掃が終わればいい感じのお部屋になるんでしょう。来てしまったからにはただでは帰れまへん。ベーランダー星人さん、早速いかがですか。ベーランダー、ベーランダー、広いベーランダー。どうやらベランダ以外に全く興味がないようです。棚の高さは調節可能。以前ご入居の方が比較的綺麗に使われていたのか、使用感はあるが全体的にはさほど汚れてはいない。電気が止まっているため少し暗い。これはおトイレだ。しっかり温水洗浄便座。おトイレ？おトイレの横はキッチン。とりあえずゴッキーニの気配はまだ感じない。今回はもしかして動画史上初のゴッキー野郎との戦闘になるのか。どうなんだ。冬とはいえここら辺は年中ゴッキーニの活動場所になるためやはり気になる。ゴッキー野郎め、来るなら来い。これは使用感丸出しのキッチンだが、以前の入居者さんが比較的綺麗にお部屋を使っていたのがわかる。
ゴッキーニ、ゴッキーニ、来るぞ、ついに奴が、ははーん、わかったぞ、ゴッキー野郎、どこだ、いない、だと?私は感動している。ゴッキーニがいない使用感丸出しのキッチン。だがまだ気を抜いてはいけない。水回りがまだ一箇所残っている。とはいえ奴らに恐れてない剣なんてできやしない。行くぞ。なるほど、こちらも使用感はあるが変な汚れはない。これは通称、のびたまこ。シャワーヘッドは見ての通り可愛らしいまん丸タイプで、ストレートとシャワーモード切り替え可能。オーナーからは許可を得ているので、たまには水を出してみよう。こんな感じだ。水とは、化学式 H2O で表される、水素と酸素の化合物である。のびたまこと水でした。ゴッキー野郎、いるのかいないのか。いるなら先に行ってくれ。そこんとこ、どうなんだ。全体的にコンパクトにまとまっているが、きちんと収納スペースあります。実際これがあると化粧品が邪魔にならず便利である。お次は浴室。この辺も暗いので、さっと見ていくとしよう。特に気になる汚れもない。コンパクトな浴室だが、一人暮らしには問題ないサイズ感である。広い浴室にありがちな寒々とした印象もない。白を基調とした可愛らしいバスルームです。ゴッキーも、いない。バスルームでございました。行くぞ。次に進む進むの進むくん。進むくんが、Open Fire。日当たり、良さげ。設備は少し使用感があるが、まだまだ現役である。日当たりも問題なく良好。住まいを探す上で気になる日当たり。もちろん、価格や不動産評価を左右するポイントの一つでもあります。日本人は、傾向として南向きを好みます。そのため、南向きで日当たりの良い物件は価格も比較的高めに設定されているのです。バルコニーのサイズおかしくないですか?このお部屋は、メインディッシュの前の前菜なのだろうか?アパタイザーなのだろうか?南向き進行と呼ばれるほど、日本人が南向きかどうかを気にするのには、日本の気候が大きく関係しています。日本列島の大部分は温帯気候に属し、四季の変化に富んでいます。季節ごとに気温と降水量が大きく異なるのが特徴で、特に夏は高温多湿です。そのため、昔からカビの発生が懸念されていました。このような日本特有の風土に応じて、風通しや日当たりの良さを重視した南向きの住まいが多く作られてきたのです。クローゼット?私の目がおかしくなったのか、そうじゃないのか。どうなんだ、なんだ、これは?ベランダ?ルーフ・バルコニー?これは幻ではない、これはリアルに大きなベランダ、いや、どちらかというとルーフ・バルコニーだ。もうなんだって良くなってきた。ちなみにこの物件、ペットちゃん OK なため、部屋の中ではなく、お部屋のバルコニーで遊ばせることができる。ペットちゃんも思わぬビップ待遇にびっくりだわん。どうですか、ベーランダー星人さん。最高です。ちょっと遊んできます。え、あ、ちょっと。しかもなんか最初と違う。楽しそうですね。しかし空を飛んでるならバルコニーのサイズ関係ないんじゃ。それは言わない約束やで。物干し座をかけれます。DIY 次第では庭園にもできそうなサイズ感です。週末には友人などを招いてみたり、ペットと戯れたり、様々な楽しみ方ができそうですね。ちなみにここのマンションのオーナーさんと内見ジョニーは知り合いであるため、物件や地域住民に被害が出なければ、バルコニーでキャンプしてもええでとのこと。この際、もう、部屋じゃなくてベランダにテントを張って住んでみてはどうだろうか。ベランダでグランピングができそうだ。あと、このバルコニーも一度清掃が入るので、もう少し綺麗になるとのこと。どうでしたか?バルコニーがお部屋よりも大きくなると、こんな感じになるを実現した物件でございました。それでは、ベーランダー星人さん、今回はご協力誠にありがとうございました。ちなみにここのスペース、屋根がないので、いわゆるベランダではなく、バルコニー、そして下の階の屋根を利用しているので、ルーフバルコニーになるみたいです。ややこしいね。どうやらどこかへ行ってしまったみたいです。ご視聴誠にありがとうございました。ここは、とあるマンションのとあるおしゃれなバスルーム。そこで私を待っていたのは、
次回ヒヤヒヤドキドキ秘密のお部屋をご案内。お楽しみに。